はい、こんにちは、ビッグボーイです。デスティニー2オープンベータのこれは PC 版プレイしてます。言語は今英語しかないんだけど、さっき一試合早速プレイしてみたところの感想は、ものすごくね、プレイしやすいというか、4版もね、遊んだんだけど、やっぱりマウスね、マウスっていう点が一番大きいと思うけど、なんせモンスターとかも頭狙いやすいし、敵にもエイムを当てやすい。だから、かなりね、まあ、率直な感想としては、4版よりも圧倒的に遊びやすいっていうのが、まあ、感想です。で、設定は今、高設定と最高設定の中間ぐらいにしてます。結構ね、軽い、意外と。でね、どうも4版ともマップが違うっぽい、ベータの。はい、開始。うん、PC 版は PC 版用のまた別のマップなんだね。で、視野角今90度くらいにしてたはず。B 地点がこんな感じの、なんだろう、ちょうど通り道、あ、敵がチャーリーに通り過ぎてった。おっと、おとね、本当にね、マジで狙いやすい。 OK、 おお、強い。あ、後ろからも来てた。まだ開始直後だからあんまり人は少ない方かと思ったらマッチングも早い。ちょっと引く。スピーディーな動きがね、できるから、ますます敵からの戦闘からも逃げやすい。これ B 地点に来そう。こっち来るかな。過ぎてったか。来い来い、来ない。横取りしちゃう感じになっちゃうけど、おっと、あ、パンチ失敗。スポーンはすげえいい試合だ。さっきはちょっと一方的な試合になっちゃったんだけど、 A 地点行こうかな。 A 地点いるな、近いな。ん？ちょっとバレないように入っちゃって。OK。 よーし、 B ゲット。よし、あ、頭がね、すんげえ狙いやすい。だから、あの、序盤のね、ベータ序盤のところに開始する、なんかモンスターとの戦闘もね、あ、落ちてった。モンスターとの戦闘もね、頭をね、狙えば、ほんとね、すぐね、倒れてっちゃうんで、仲間ナイス。かなりのぬるゲーと化してしまっただろうか、ディスティニー2。チャーリー入れてもらって OK。 あー、倒せなかった。ほい、こっちから行こうかな。あー、何それ。何の武器だ今、グレランかショットガンか。で、仲間 A 取ってるから、ん、こっち来るか。スーパーチャージ、こっちいた。よし、オーラ待て待て。
よし、もう一人いるな。仲間やってる？あ、仲間。よし、あ、当たるな、超当たる。なんかね、4番は結構相打ちが多かったんだけどね、こっちはちゃんと倒せる、きっちり。と C に向かっていったぞ今。ゲイ、お、どう、スーパーチャージか、あれ。そりゃ無理だ。え、 B 取ってて、C 行ったのか。ゾーン B キャッチャー、パワープレイ、キープレッシャーオン。ほい、敵が3人になってたかもしんないけど、まあ、知らない。 OK、 近い。スーパーチャージかな。こっちか、こっちも通れるので、ね、OK、 まだいる。ああ、レートは低いけど一発の弾丸が強いリボルバーか。待て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 、 OK、 ゾーン C を。いて、出て、隠れることができない。あ、倒した。99ポイント戦士だったっけ。 OK、 スーパーチャージかな。お、なんかこの遅れて倒したって出るのはこれアシストなのか。 OK、 B 取ってる、 A 行こう。ある程度のね、敵の位置がマップで分かるのはいいよね、便利だ。ちょっと止まってる敵だったのにちょっとダメージが。さて、来た。おお、マジで一発でそんなにダメージくる。あ、スーパーチャージ。OK、 スーパーチャージスタンバイ。あぶね、死ぬ。あー、死んじゃった、もったいね。あと12ポイント。よし、勝った。先に時間が尽きたか。まあ、こんな感じで個人的な感想としてはね、 PC 版すんげー遊びやすいです。じゃあ次回はあのサーチ&デストロイっぽいモードやってみたいと思います。じゃあ今回こんなところで、はい、ご視聴ありがとうございました。